最近、10年近く使っていた財布が真っ二つに割れたので凹んでいるゆっくり霊夢です。結構荒く使い続けてましたからね。雹が降ってきた時に傘代わりにしたり。基本的に物を捨てられない人間だけど、真っ二つになった財布はさすがにいらないな、と思いゴミ箱に捨てた、リアリストな悟りです。今回は三国志武将紹介。紹介するのは妹が劉備に嫁いで皇后となり、皇族の一員となった五位とその属性である五飯よ。私はなんとなく五飯のことが好きなのよね。五感がいいからね。皇后の一族なのでいわゆる外戚と呼ばれている人たちですか。さて改めて紹介する人は五位、あざなおしおん、そして五飯、あざなお源流の二人。皇帝の外戚として殿を立てられる人物のわずなのに、職には彼らの業績や実績を書き記している人がいなかったので、鎮守がぶち切れながらしぶしぶ列伝を書かなかった男たち。彼らは一体どういった人物なんですか？今回は五位と五飯を両方一遍に紹介していくわ。短いからね。彼らは鎮流に住んでいたようで若い頃は二人ともちょっと苦労していたみたい。五位は早くに両親に先立たれて妹と二人で暮らすことになり、五飯も五飯で父親である五強が時の大将軍家臣の部下で難儀していたようね。どういうことですか？五位は確かに両親に先立たれて生活に苦労しそうなもんですが、五飯の父親は大将軍の部下ですよ。そんな生活に苦労しているようには見えませんが。その理由としては大将軍家臣が恨みを買った宦官に暗殺されちゃったからね。五強は家臣に大変恩義を感じていた人物だったので兵士を率い、家臣を暗殺した宦官らを殲滅したの。あとついでに、大将軍家臣の義理の弟である華鋲はなんか常日頃から兄の家臣に反発していた。宦官がこういった暴挙に、出たのは裏に華鋲がいたからだ。と言って華鋲を討ち取ったりもしたの。もう漢王朝はめちゃくちゃよ。なかなかのはちゃめちゃ具合です。その家臣暗殺事件が起こるちょっと前。五位は中央が荒れているので、亡き父親の知人である劉淵が地方である益州での赴任を望み、劉淵が益州牧に任命されるとかつてのつてを頼りに一族を引き連れて劉淵と共に食の地に向かったの。五飯もおそらくは五位と共に入植しているわ。五飯も本当は中央が危険なのでお父さんと一緒に比較的安全そうな食に避難したかったでしょうが。父親である五強は大将軍の中心なので中央に残ることにこだわったんでしょう。益州牧劉淵には野心があり、こんな地方での勤務を希望したのは職の地で独立するためだったの。任宗美が五位の妹の御子には好奇になる層がある。というと劉淵はこれを信じ、三男である劉邦を引き連れて御子の元を訪ねて、息子とぜひ結婚してほしい、とお願いしたりもしているわ。劉淵は壮大な野心を抱いている男ですからね。難しいことを成し遂げようとしているわけですから担げる弦は全て担ぎたいです。なんで劉淵が高貴な層を持っていると言われた御子を長男ではなく三男のお嫁さんにしたのかは単純な理由で、劉淵の元には三男の劉邦しかいなかったのよ。長男劉範、次男劉旦、四男劉璋はみんな都の長安で宮仕えしていたからね。後に時の皇帝である検定は劉淵が命令に従わなくなってきた、ので四男の劉璋を職に送って劉淵を咎めたんだけど、劉淵は息子の劉璋を長安に返さず手元に留めたの。194年、劉淵は清々将軍馬頭と長安にいる息子たちと通じ、長安を吸収して皇帝の権力を奪取戦と攻め込むものの作戦は敵に筒抜けだったみたいで大敗北を喫した。なんとか劉淵は、命からがら逃げ出すことに成功したものの、劉範は敵軍に捕まって切られて次男の劉旦も連座されて処刑されたの。この大失態が響いて劉淵には覇気がなくなってそのまま病死したの。こうして劉淵の独立プランは終わりを迎えたわけですか。でも、味方によっては五位にとってはラッキーな出来事ですね。劉淵の長安吸収作戦が失敗して彼の長男と次男は戦死しました。と。なれば劉淵の後を継ぐのは彼の妹が嫁いだ三男の劉邦です。タナボタゴールが来ましたよ。そうは問屋が下ろさず。職の実力者である長伊らは四男である劉璋を上書して益州志士にしたの。
優勝は三男の有望と違ってものすごく優しい男でコントロールしやすいと思ったのよね。彼ならば、甘い蜜がすすれると見たわけね。むむむ。中央も中央なら地方も地方ですよ。どっちもドロドロです。まあ五位は有能だったのか、それとも妹が有望に嫁いだからなのか、優勝が越州獅子になると中郎将に任命されたみたい。その後、妹の旦那である有望が精神を病んで病死しちゃったけど些細な問題よ。まあ兄が弟に頭を下げるのは相当ストレスが溜まりそうですけどね。これまでちょっと偉そうな態度で当たってきたのに、急に自分よりも上になっちゃったわけですから。5位の妹も旦那さんがいなくなって相当悲しんだでしょう。212年、劉備が越州に攻めてくると、5位破風で劉備軍を食い止めるものの彼に降伏したみたい。その後、劉備が越州を平定すると諸将はなぜか、劉備様の奥方である孫夫人は後に帰ってしまいました。このまま奥方様の席が空白なのはいけないと思います。なので、ご子と結婚するのはいかが、でしょうか、と勧めたの。ここで劉備は、いやいやそれはまずいだろ。彼女は未亡人だと言っても元の旦那は有望で俺と同族だ。それを妻にするのはなぁ、と迷ったの。元より劉備と孫権の妹である孫夫人との関係は冷め切っていました。息子である劉禅を後の国に連れて帰ろうとさえしてましたからね。実子でもないのに。彼女が後に帰ったのならば新しい奥さんをめとるのも道理ですが、その相手がなんで後子じゃなきゃいけないんでしょうね。多くの家臣が勧めたというのならばそれなりのメリットがあるんでしょうか。単純に元の職の君主である劉璋と後子は関係の深い人物なので、彼女を妻にすることによって職の進化を取り込もうとしているってことなのかな。劉備が倫理観の壁で悩んでいると法制は難しく考えすぎですって。じゃあ逆にこう考えちゃいましょ。いにしえの時代に覇者となった秦の文公は甥っ子の塩のお嫁さんを自分の妻に迎え入れました。それよりははるかにマシでしょうよ、というちょっと最低な言葉で劉備を励まし、劉備は後子を奥さんに迎え入れたようね。法制らしい言葉ではありますけどね。そのため、五位は劉備が越州を平定した後守る軍、東逆将軍に任命された。221年に劉備が皇帝に即位し、妹の後子が皇后になると五位は漢中都督にも任命されたみたいね。同年、当然族弟である後半も皇后が自分の一族の外戚なので、常に五位に次ぐほどの地位に任命されていたみたい。それでなくても劉備は後半の男気のある性格を評価していて、両軍に任命し、劉備が関羽の敵討ちのために後に進攻すると、後半を府に派遣して後の武将である李を撃退させたりもしているわ。おそらくは出世のきっかけは彼らが外戚だからでしょうが、劉備も彼ら二人を頼りにしているみたいですね。222年、劉備は後軍と本格的に戦うことを決意し、後半に兵士数千を率いらせて前線に移動させ5万の兵士を率いている後軍の挑発をさせた。後の将兵たちはたった数千の兵士を率いて5万の後軍に挑む後半の態度に切れて決戦をしようとしたものの、陸遜は、これは罠だ、と諸将をなだめたの。劉備はもうこれは無理だと諦め、伏兵8000人を撤退させたみたい。その後、劉備軍は陸遜の家系に大敗北を喫することになるわ。ご飯の演技力に問題があったのか、それとももう劉備軍の狙いがあからさますぎたのかって感じですね。228年、諸葛亮は第一次北伐をするために軍を率い祁山に向かった。ここで諸将は、ベテランの武将である五位や義援を先方にするべきです。と諸葛亮に進言したものの、諸葛亮は諸将の進言を取り下げてお気に入りの馬謖を先方に抜擢し彼に大軍を与えた。みな知っての通り、馬謖は外邸で、山登りをした結果、魏の名将張衡に敗れた。なので諸葛亮は撤退をせざるを得ない状況に陥ったの。諸葛亮としてもベテランの五位や猛将である義援を先方にするのが無難な選択だ。ってのは分かりきっていたわずです。しかし、外戚である五位や、劉備に認められた猛将である義援はこの戦いでいくら功績を挙げても総評価は変わらないわずです。しかし、馬謖は違います。彼は戦いでの功績が皆無。
名声はもしかしたら語彙や義援よりも高いかもしれませんが、大事な実績がありません。諸葛亮は彼を後継者にするべく先方に命じましたが、それがどうら目に出てしまいました。230年、諸葛亮は第四次北伐を行うための前段階として義援と語彙のベテランコンビを南安軍に派遣し、彼らは義将の費用を打ち破る功績を立てた。なので語彙は抵抗に報じられ、後に左将軍、公用豪公にまで報じられたみたいね。外籍なのに語彙はよく最前線に行くわ。今回も義援と一緒に出陣してますからね。職では彼と同じぐらい評価を受けているんでしょうかね。231年、諸葛亮は第四次北伐を実行。ここで諸葛亮は義援、交渉、ご飯に打って出てきた義軍の芝居を撃退させ大いに打ち破らせた。なんかご飯って名前だけがちょくちょく出てくる男ですね。234年、この年は地獄のような年で、諸葛亮が病死すると同僚の容疑と義援が後継者争いの大喧嘩をし、後に二人とも亡くなってしまうという一年で職の大物がかなりいなくなった年。なので必然的に語彙も出世することになり、特艦中、社稷将軍、仮説、両用収支し、さらに西洋公にまで、報じられて王兵を副将にしながら艦中の守備を命じられたみたい。社稷将軍ってのは将軍職の中で上から3番目に偉い役職ですよ。それでなくても職にとって艦中の守備は国の命運を左右するぐらい重要なものなので、語彙はそれだけ職の人々に信頼されているんでしょうね。そんな語彙も237年に病死したわ。ご飯もその後、病気将軍、仮説という将軍職のナンバー2に任じられて免築公に報じられたという記述はあるものの、それ以降は何も書かれていない。語彙は、とても胆力がある男で、それでいて優しい男だった。弱い軍を率いて強い軍をくじくこともあり、危機に陥ることがなかった、と言われているの。陳寿は彼らのことを、内容がないよう、と言っているわ。こんな大出世していてなおかつ最前線にいるからもっと彼らは活躍していたはずなんですよね。しかし、職の列伝は甲虫でさえもかなり短いので、陳寿がどれだけ資料集めに苦労したのかが読むたびにわかります。さていかがでしたでしょうか、今回の人物は。もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。三国志演義で言えば雷道も好きなんですよね。名前がかっこいい気がするんですよ。それじゃあ今回はここら辺で。まったねー。